ひもんや体育館入り口。ひもんや公園は東京都目黒区ひもんやにある目黒区立の公園である。ひもんや池を中心とした公園で周辺住民の憩いの場として知られる。公園の中心になっているひもんや池は古来より水田管外用の貯水池として地元の人々に大切に維持、管理されてきた池でまだ当地付近が農村であった頃は現在よりも大きく。 地元の人々にとって欠かせない存在であった。昔は当時の地名をとって三谷の池と呼ばれていた。また、この池は同じ区内にある清水池公園にある清水池と共に立ち合い川の水源にもなっている。近代以降付近が住宅地へと変化していく中、紐屋池の永久保存を条件に1932年当時の東京市に 付近の土地と共に寄贈され、公園として整備され1933年11月15日に、ひもんや公園として開園した。1950年10月1日に、目黒区に管轄が移り、現在に至っている。ひもんや池を中心に遊具や樹木があるほか、一角には、ポニーやウサギなど動物に触れられる、子供動物広場がある。 2001年には公園に隣接してあった旧第一官僚銀行ンやグラウンドも公園用地として取得し野球場やテニスコート体育館も併設され目黒区内でも有数の規模の公園になった2016年6月23日午前10時35分通行人相手に足のようなものが浮いているのを発見し交番に届け出たことから発覚した 午後1時までに多くの捜査員がボートで遺体の捜索や鑑識活動を開始し、手足や頭部、胴体など、ほぼ全身がバラバラの状態で、池の同じ場所から発見された。遺体の一部は亀が加えていた。容疑者は2019年1月8日最高裁にて無期懲役判決が確定。面積43,533平方メートル。 ありがとうございます。